ボルダーボーイズクラブの上野です。営業時間がここボルダリングと川崎の、武蔵小杉の近くにオープンさせていただきました。1時から平日1時から23時ま で土日が10時から夜の10時までやっておりますので、お気軽にやりたいなと思う人はぜひ皆さんにこう来ていただきたいので、若い人からお年寄りの方までいろんな人が楽しみにすることなので、ぜひお越しください。お待ちしております。どうぞ。皆さんこんにちは。本日もヘラートさんが行く、久しぶりすぎてちょっと分からないね。あったペーパーフリックスの増美です。星水貴博です。よろしくお願いします。お願いします。なんかこれ格好 ね, ねえねえ、そんな汚くていいんですけど、スナックのママ感がすごいね。スナックじゃない、なんでなんでそうなるんですか。なんかスナックのままかすごくないかって言ってたの。今日白の方が良かったかな。白あのスティッキング、あタイツが寒いかなと思って、これタイツあったかいの寒いかなと思って、あったかいのね。そういや黒と白だったら黒があったかいとかじゃないでしょ。じゃない、素材がタイツだから。そっか、スナックのままか出てますね皆さん。出てなんかないですか。なんで皆さんないですか。なんかお酒飲めないんだけどって感じです。そう、お酒飲めないもんね。ね、看板も可愛いのがちらっと見えてる、ね、そう、あそこです。今日はね、はい、ボルダリングにチャレンジしていただきたいと思います。ボルダリング分かる。ボルダリングってなんか登るやつですよね。そうです、登るやつだけどやったことないんですよ。そうなんですよ、うん、結構ねさっき見てきたけど本格的よ。おしゃれ。ボルダーボーイズクラブ。ガールズダメなんですか。あ、ガールズダメかもね、もしかしたら。ボーイズクラブだから。なんかボーイズクラブだからね、スナックじゃないですからね、ここはボーイズクラブですから。めっちゃいじる、今日。そう、ここはね、わかるでしょ、ボルダリングあんの。わかる、あれ、ボルダリング。本当そう、カラフル。なんかね、おしゃれ、中も。おしゃれ。すごく。じゃあちょっと中入ってみましょうか。どうぞ、はい、なっちゃん。本日はよろしくお願いいたします。お願いします。ボルダーボーイズクラブの代表の上野さんです。お願いします。お願いします。ボルダリングなんですけど、はい、私やったことなくて、このなんか新しいそうなんですけど、ここっていつオープンされたんですか。今年の4月の23日ほやほや。だからこんなすごい綺麗なんですね。コロナ真っただ中にオープンしました。そうなんですね、はいはい、ボルダリングのなんか基礎知識も何にもないんですけど、はいはい、なんかボルダリングなんかオリンピックとかでなんか競技とかは見たことあるんですけど、なんかどういうなんかスポーツなんですか。ボルダリングっていうの自体はこう山の岩で実際に外に行って、うん、登るっていうのが主流だったんですけど、もともとロッククライミングっていうのから派生していって、はい、こういう四地図がつけないで登るのが基本的にボルダリング、うん、4、5メートルの岩を登っていくのが、下にこうマットとか敷いて登るのがボルダリングなんですけど、はいはいはい、よく見るのがこう崖とか20メートル、30メートルを紐とか命綱つけて登っていくものとかもあると思うんで、見たことあると思うんですけど、はいはいはい、なんか映画のちょっとクリフハングみたいなのがあるんですけど、うんうんうん、そういうのはリードクライミングって言って、別でそうなんですよ。ロッククライミングの中でもこう派生していって、そこでまたこう新しくスポーツクライミングといって、はい、こう競技用にオリンピックとしてボルダリングとリードっていう紐をつけて命綱をつけて高さを競うリードクライミングと、あとスピードって言って速さ、うんうんうん、もうボルダリングは基本的に、うん、この大きさ、だいたい 3、4メートルの高さを命綱なしに自分の身だけで、はい、身だけで今日はやる感じですね。登っていくっていうので、上野さん自身もなんか競技の選手とかだったりするんですか。僕自身は前、はい、あのもうちょっと若い頃とかはコンペって言って大会とかあったんで、そういうのに出たりとか。あ、ボルダリングの大会、そうです、そうです、大会とかあったりとか、はい、あって、そういうのにちょこちょこ出たりはしました。
プロまでは全然いかないんですけど、うんうんうん、ちょっとアマチュアでなんかチラッと腕がね見えるんですよ。すごい筋肉ですよね。全然ちょっと今ブカブカの服着ちゃったからね、うんうん、ここがちょっとこうついてちょっとだけついてくるかなって感じです。大丈夫だな今日は私。全然全然女性でも、はい、なんかボーイズクラブなんですけど、ちょっとガールズなんですけど、はい、大丈夫ですか？全然大丈夫です。なんかこれ多分すごい勘違いされちゃうというか、はい、ボーイズクラブなんで男限定ですよねって言われるんですけど、もともと僕がこの作る時に、はい、友達とこうちょっとこう僕の世代が僕30代なんですけど、30代なんですか？若い、はい、で僕は10年前とか高校生の時に結構そのヒップホップとかが流行ってて、はい、でその時にこうなんとかボーイズっていう、こうなんかちょっとヒップホップグループ、こうアメリカとかで言うとちょっとカッコつけてる言い方ですけど、ね、スラングでボーイズってこう大好きなやつらが集まる、なんか例えばヒップホップだったらこうなんかこうなんとかボーイズってやると、そういう好きなやつらが集まっているこう場所っていうか、なんでボーイズっていうとあれなんですけど、どっちかというとこうみんなクライミングが好きな人たちがこう集まってる場所っていうので、じゃあ女性でも気軽に、全然もう全員いい、ね、全員子供も大人 もう全員やってみたら、わかりました、はい、20ねえねえ、ね、あ、どうだ、入らないです。 手も入らない、手でかいから。本当、足大きいんだね、結構ね。足大きいです、ね、LL ダムですね。あ、ダメだこれ全然入んないわ、これだ。なんで、はい、じゃあクライミング早速始めていきたいと思います、はい、でお願いします。クライミングが全部、これがここのジムだと全部のコースにこういう風にテープが貼ってあります、はい、この色が色と形に沿って課題が作られています、はい、でこのテープの色によってこっち見ていただけると分かるんですけど、うん、グレード表って言って重要です、レベルがあるんだ。白球って言って、これがピンクが一番簡単で、簡単、はい、緑、黄色、赤っていう風に下に行くにつれて難しくなります、はい、で初めてなのでピンクからやっていただこうかなと思うんですけど、はい、ピンクの四角があると思います。四角です、はい、でこれを折って登っていってもらいます。でこれ全部ピンクの四角、足も手もピンクの四角を折っていってもらって、はい、最後ここ最初、ごめんなさい、スタートにっていう場所、始める場所に S って書いてあります、はい、これがスタートを意味します。で次上見ていただけると G って書いてあるやつがあるんですけど、あれがゴールにします。ゴール、はい、なのでここから始めていただいて、はい、ピンクの四角、全部ピンクの四角だけ折っていって最後ゴールまで、足をマットから離したらここからスタートです、はい、でピンクの四角を全部折っていって、ピンクの四角、足元もピンクの四角を折っていってもらって、四角四角で四角で最後ゴールを両手で2秒間です。1、2と2秒間以上。そういうルールがあるんですね。そうです。2秒間以上持てたらこれでゴールです。両手でタッチでお願いします。降りるときはどこのホールドって言ってどこを持ってもいいので、ある程度の高さまで降りてあげてください。はい。そうです。でここに回って。そうです、そうです。足も。ピンクだけを使っていきます。えこれです、そうです、そうです。で、これがあります。これそうです。次が右にもあるんで、そうです、両手にして、で、左足を上げたり、そうです、そうです。で、こっちがあります。えこれそうです、ゴールを両手で2秒間、1、2で OK です、 OK です。ナイスです、ナイスです。完璧です、完璧です。こうなっちゃいますね。OK です、はい。で次こっちです、次こっちです。このボードの棒です。え、こう？そうです、そうです、そうです。嘘。え、こうなんないといけないですよ。あの両手で、両手でして左手で取っても大丈夫。左手でも大丈夫です。次こっちです、次こっちです。ちょっと待って。めっちゃ横行くやん。横行くけど。
もう手が悪いですよね。手が使いにくい。足の器が。そうですね。足下の方がいいかもしれない。足下の方が。あ、うまい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 。ナイスナイスナイス。ナイスナイスナイス。なんかすごい這いつくばってる感じですけど、大丈夫ですか？ガロガロ、ナイスナイス。飲んでる？次はここです、ここです。ここに。足こっちの左足こっちの方がいいです。ちょっと見やすい。こっちが見やすいです。足の長さが足の長さが。先に先に。左上です、左上。めっちゃ上いく。ガバガバ。で、次右上です、右上です、右上です。休憩してください、休憩してください。休憩、休憩、休憩。この足つりますね、結構痛いですよね、足が痛い。痛い、痛い、痛い。これで、こう。そうです、そうです、そうです。次が結構遠いです、ここです。この白い大きいやつ。え、本当ですか、先生。でも、足どこでもいいですもんね。足どこでもいいです。足自由なんで、どこ使っても。あ、遠い。もうちょっと足上げたいですね、もうちょっと足上げて。お。あ、この上にもまだあるんだ。そうです、そうです。あ、ちょっと待って、無理。手が届かない、これじゃ。左足1個上げれますか、左足を。もう一回、もう一回左足。え、怖い、怖い、怖い。あ、うまい、うまい、上の方。あ、ちょっと待って、やばい、やばい、やばい。やばいぞ。やばい、やばい、やばい。頑張れ、頑張れ、頑張れ。ここで？そうです、そうです、そうです。うん、ちょっと動けない。頑張ってください。いける、いける。そば上の方持っていい。いけた？頑張れ、頑張れ。ちょっと掴みたいんですけど、それ両手で持って右足1個上げたいです。右足をちょっと上げて両手で持って絡む。いやいやいや、これきついな。頑張って頑張って頑張れ頑張れ。もしかしたら落ちると思って。いやー、落ちてくる感じない。頑張れ頑張れ。キャー、ちょっと無理しないでくださいね。あー、やばいな。足がやばいやばいやばい、これ頑張れ。こっから行けない。こっから進めない。両手で、頑張って、両手で持ちたいです、両手で。両手で。そうです、ナイスナイスナイス。ぐーっと。プルプルしてる、プルプルしてる。オッケー、いえいえいえ。そうです、それでゴールです。両手で2秒間持ってた。1、2で、オッケーです、オッケーです、オッケーです。いやー。結構やばいですよね。黄色でやってくると、お母さんいけないよ。いけないですね。ちょっとやってみ、黄色。黄色やってみますか。黄色、ちょっと今やってみ。え、ちょっと。で、ここ取って次どこですか。次がここです。両手で持ってこっち行きたいです。そう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 。お、うまい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 。ちょっとスムーズにいっちゃってんじゃん。うん、頑張れ頑張れ。あー、待って、落ちちゃいけないのか。落ちちゃいけない、落ちちゃいけない。落ちたらもう一回です。落ちたら、落ちたら持ってかい。場所がなんか、これ両手です、両手で持って。え、これそうです、右ちょっと右上の方持ってあげると両方右の上。そう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 。ここです、ここです。次どれですか。で、次ここです、ここです。なるほど、体重が軽いのか。どこ軽いですね。そしたら次ここです。そうです、踏みやすいところを探してあげて。どこ行くな。うまいですね。で、右がこっちにあります。ナイスナイスナイス。そうです、そうです、そうです。で、もうちょっと上の方を足上げてあげて、踏みやすいところ。そう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 。もう一個だけ上げます。右足をもう一個上げたいです。右足をこっちに。右足をもう一個、はい、頑張れ頑張れ頑張れ。あ、そうです。で、立ち上がってあげると、お、うまい。両手でちょっと上の方が、上の方が。あ、僕よりいけるんだよ。あ、待って。頑張ろう頑張ろう。お、ナイス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 。ナイスナイスナイス。オッケーです、オッケーです。ナイスです、オッケーです。待って、股関節ずっと、股関節ずっと。大丈夫です。待って、片手で捕まってる。なんか股関節ずった今。あれ、ちょっと待って。股関節ずっと今度普通に降りれないから。あれ、降りるときは普通にいいです。降りるときはどこでもいいです、どこでもいいです、どこでもいいです。持ちやすいところ。どこでもいいんだよ。上手ですって、やった。すごくうまいです。やっぱそうだ、体重が関節が、はい、関節がつった。はい、なんかこのここがこのこういう感じ。そうそう、ここ釣りますね。え、これが一番簡単ですか。簡単ですね。ちょっと
大丈夫です、行きます。大丈夫かな、大丈夫かな、はい、なんかちょっともう脇汗が返ってきた。え、ほんと？すごい、でも倍ですね、倍すごい。164センチです。ちっちゃい？これを両手で、そうです、これ両手で持ちます。両手で持ちます。あ、足は？足はこれです。え、待って待って、え、無理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 、先生無理。ここに出て、ここに出て。え、待って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 、無理無理無理、はい。で、これ右手で取って。あ、先生無理だこれ。無理ですか、やばい。頑張って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 。え、ちょっと待って待って待って。せーので。せーので。え、ちょっと無理です。あー。いけるいける。無理です。ちょっと待って。ちょっと小新さん。これ両手ですか、両手で持って。この方でこうか。そうですね。わかんない。で、で、こっち足は？で、左足はこのグラッとそのままでいいので、で左手で持ちたいです。無理ですよね、無理ですよね。そうです。で、これを一気に右手で、せーの。ハンドをつけるんだ。そうです。大丈夫です。大丈夫です。足つ。つった。はい、でここスタートで、先生の筋肉がね、何この余裕の、え、なになになに、で、これで取ります。こんな角度だったな、こんなに簡単にできるものか。ここで取ってあげて、これで取ります。先生、先生、ちょっとおかしいんですけど、で、これで登ってます、登ってます、先の、分かった分かった、なるほどね、まあ、簡単そうですよ。見ると意外と、見ると登ってる人を見ると見てなかったから。そうですよね、そうですね、状態をなんかあんまり反らさない方がいいんですよ。そうですね、ちょっとまっすぐの状態がいいかも。いや、まっすぐなんないんですよね。そうです、でねじってあげて。無理ですよ、無理無理。これはダメだ、だってね、これ角度が、角度がちょっとそうですね、左手持った時点でもう左手の、あ、待って、ついで作るもんな。そう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 。いいね、いいね。くるっとこう、腰入れながら。あー、無理できない。あ、ね、あー、足つった、足つった。足つった、親指つった。で、ここ両足にしてあげて、で、右足ここにも。ここにも。そうです、そうです。足？足が、そうです、足ここにもあります。待って、な。ここです、ここです。こう左手で。そうそうそう。お、ナイス。からので、両手で持ってあげて、左手がここに、ごめんなさい、左足がここにあります。ここにあります。ここ？そうです。で、ゴールここです。ゴールこれです。せーので。え、ちょっと無理。待って待って待って。両手？両手？両手です。左手で取ってから、両手で2秒間。1、2で。あ、いけた。OK です、OK です。ぶら下がって。ナイス。ナイス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 。これ違うやつなんで、これ乗せ替えてあげて。そう、そこそこ乗せ替えるんですよ。右、あ、右足のところに左足を乗せ替える。そう、それで右足行くの。右足行くの。で、ここ、ここです。ちゃんすげえわ。でしょ、でしょ。なっちゃんすげえわ、これ。頑張。ガチ。ダメだ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 。ね、ちょっと。すごいですね。ね、私の凄さ分かりますか？すごいすごいすごい、ナンちゃんすごいわ。でしょ？うん、だってまずここで今この左の小指つってるから。そう、難しい。すごいすごい、よくいったね、今なっちゃん、ね、そう、私あれですよ、運動神経ちょっとはね、うん、これ初めてでできる人少ないです。やったやったやった、やったすごい、私もすごい汗かいてくる。よし、帰ろうか。帰りますか、なんかもう腕だるい。帰ろう。腕だるい、わかります、はい、登れてないからわかんないですかね。ちょっと向かってた。皆さん、本日もフラットさんが行くご視聴ありがとうございます。いいな、面白かったなと思う方、ぜひぜひ高評価、そしてこちらのボタンからチャンネル登録よろしくお願いいたします。おい、バカ偉くなろ、ちゃんとチャンネル登録してんのかこの野郎。また来週も見てくれよな。